こんにちは、粟田洋介です。今日のビデオはキャンバスボード番外編です。前にこの紙のキャンバスボード2枚作った時に動画を撮ったんですけど、仕上がりがあまりにも汚すぎて作り方として紹介するのはあまりにも気が引けたので動画を公開しないでいたんですけど、で今回番外編としてうまくいってない作り方って感じで編集してちょっと公開しようと思います。でも作り方自体は参考にしていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひご覧ください。前回別の動画で仮キャンバスボードの作り方というのをやったんですが、今回は仮キャンバスボードじゃなくてちゃんとしたただのキャンバスボードというのを作っていこうと思います。お金をあんまりかけたくないので、お金のかからない方法でやろうと思います。これがね、結構古いスケッチブックの裏、しっかりしているやつですね。結構な大きさもあるので、これを使って作ろうと思います。今スケッチブックの厚紙を切ったんですけど、録音ボタンを押すのを忘れてて動画が撮れていませんでした。まあ切るとことかお見せしなくても大丈夫だと思うので、次へ行きたいと思います。こっちね、貼っていくんですけど、今みたいにこうやって切るとまっすぐ切れます。ついちゃった、いいや後で切ってきれいにしよう。でこうやって貼っていきます。そうするとこの薄っぺらな布でも、ね、大丈夫ですので、すごいいい加減なし、これ木工ボンドでこれ歪んできちゃってますね。でさっきねピッて貼ってくっついちゃったから変なところでくっついて、この布の幅がすごいいい加減になっちゃったんで、私はねこれ綺麗に作るって言ったんで綺麗に切っていこうと思います。めんどくさいなこうやって、うん、難しいな。とりあえずまっすぐ線引いて、歪んで切りづらいな。歪んでるから切りやすいのか。でもね、このぐらいの長さの方がかっこよくないですか。ここはまっすぐ、まっすぐ切るじゃないですか。こんな感じで、切っていきます。そしたら、ここをね、またこうやって止めていくんですけど、ここはね、ちょっとポイントはここだけつけない。ここと、ここを45度に、45度ってこの辺、素早くここにね、こういう温度をつけて、こういうのも作品同様、性格が出ますね。ここをね、40、ここなんですよ。ポイントは、この部分を、ここを、ピッて引っ張って、この部分を、この部分をピンとさせて、で、ここに45度をつけて、ピンってね、ポイントですよ、これが。で、ここをね、ハサミでパッチンって切って、ぴったしに切れないから、どうせこういう風に入れて、ちょっとだけくっちゃくちゃ寄っつけて、ちょっとこうやってのりをつけて、もうこういうボンドつけて、うん、こういう風にします。いいんじゃない、見てください。私はねすごい大雑把な性格なんで、こんな風になってますけど、几帳面な人が作ったらもっとうまくいくと思います。あー、こういうボンドがつかないよね。足につかないように、手にもつかないように、この部分また同じように切るんですけど、持ち上げることができないんで、ごめんね。ここに糊を先につけて、あー
また45度ぐらいに切って、ここ余ったところを、ああハサミで切らないとダメですね。きれいに、だめだ、持つ角ね、ここね、こんな感じで貼りました。すごい汚いですよね。次の工程ではここをごまかしていこうと思います。はい、じゃあね、ごまかしていくんですけど、どうやるかというと、この上から紙を貼りますけど、ちょっとこう映るから、なるべくねこれ切っちゃおうと思います。さっき破いたら失敗したからね、ちょっとハサミでやらないとダメですね。ここにいると見えない、ここ剥がして、すごい汚い。これを貼っていきます。これはね、実は製本テクニックなんです。本を作るときの、こことね、ここ、これをね、ここに貼るんです。これ木工用本じゃない方がいいかもしれないな、嫌な予感がするな。裏なんてどうでもいいと思うんだよな、これ。裏にこの接着剤をつけたおかげで厚紙が反ってたのが治っちゃいましたね。これね、これでいいや。はい、なんとかこんな感じになりました。でこういうのね、私でもきちんと測って作ろうと思えばある程度はもっと綺麗に作れるんですけど、きっちり几帳面な習慣をつけてしまうと、もともと持ってる大雑把な性格から出てくる長所が出てきにくくなってしまうので、なんかね、考えないとできないみたいな風になっちゃうんで、なったことがあるので申し訳ないんですけど、こんな大雑把にさせていただいております。大事なのは表面だと思ってるんで、なので表面描くところはね、納得いくようなものが作れるように努力はしています。ジェスト1回しか塗ってなくて、ジェストが固まって水を結構混ぜたんですね。基礎が硬くなってるんで水を少し混ぜました。この絵の具のノリがものすごく悪くて、結構すごい量の絵の具を必要としました。ジェストなどの下地剤はしっかり塗りましょう。この絵なんですけど、途中の段階なので、明日自由な絵画教室で仕上げてこようと思います。自由な絵画教室は受講者さん募集中なので、もし興味のある方いらっしゃったら、下の概要欄に詳細を貼っておきますので、ぜひご覧になってください。ではね、明日ねちょっとねこれをね完成させてきます。はい、今日はこんな感じの絵を描いてきました。今外に出て、中に入れました。はい、今日はこんな感じの絵を描いてきました。でタイトルなんですけど、何にしようかな。タイトルは夜の夢というタイトルに今なりました。ジェストの塗り方がものすごくずさんだったので、すごい水で薄めたアクリル絵の具で、ちょっとこういうところとか最初ちょっと塗って、そしたらこの辺とかだいぶ描きやすくなりました。絵の具がジェストの代わりになったような感じですね。今日はこっちの方は全然手をつけなかったんですけど、代わりにこっちのキャンバスの方に絵を描きかけて、これはまあ後で仕上げようと思っています。ちょっとついでにこういう風にね、ピッてね、せっこんじゃう時があるんですけど、そういう時はこの布をね、濡らすと布がキュッてね、引き締まって直すことができます。なんですけど、こっちのキャンバスボードの方、ここでちょっと早速へこんでるんですけど、わかるかな？ここがちょっとへこんでるんですけど、ハリキャンバスと違って、こうなっちゃうと、どうやって直すのかわかんないんですけど、直らないんじゃないかなと思います。なので私は、まあ、キャンバスボード、正直あまり使わないで、こういうハリキャンバスを使うことが多いです。最近はもう、キャンバスボードって正直使ってないですね。
なんですけど、この間やったカリキャンバスボードでしたら、ちょっとこれから使ってもいいかなと思っています。剥がせるキャンバスボードっていうのを、また別のビデオで紹介しておりますので、下の概要欄に貼っておきますので、興味のある方、ぜひご覧ください。最後にこのキャンバスなんですけど、こっちのキャンバスの方は普通の布にジェスを塗ったんですけど、こっちのキャンバスの方はプレジェスキャンバスっていう最初からジェスが塗ってあるキャンバスを使っています。この辺とか曲がったりしていて綺麗に塗れてないんですけど、もしもちゃんと大きさとここの角度をしっかり測って作れば結構綺麗に作れたんじゃないかなと思います。もう作りたくないんですけど綺麗に簡単にこのキャンバスボード作りたい方はこのプレジェストのキャンバスでやると作りやすいと思います。あとこの紙を貼った部分、なんかよく売ってるキャンバスって貼ってあるんですけど、これはある程度厚みのある紙を貼ることをお勧めします。これ実はコピー用紙なんで、すごいこんな風になっていますというわけで今日はキャンバスボード番外編でした。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。